感じ見てられる。入ってる。で、あ、本当です。人落ち着かない。今ちょっといっぱいいると思った。どっちが？
ちょっと丸い、そこを庭に通じてるんですね。 あそこが出口なんですね。これから時間かかりますからね。じゃあ、はい、そろそろ説明を始めますね。ね、まあ、最初は小さな教会ができたんですが、崩れてしまいますね。こういう頂上に作ると。で、東西南北斜面を利用して地下室を作ったんです。ね、でこれからその地下室をぐるぐる回ります。例えばこの、ね、ガラスが明かり取りの役目もしておりますね。はい、それで、こちらちょっと違いますでしょ。こちら入り口と正面と様式が全然違うことにお気づきになりましたね。こちらは、ロマネスク様式ですね。そして軽くするためにノルマンディの独特の木の天井を使ってますね。それから一時的にあるとこれガランガランガランってこう鳴らすんですよ、ベルをね。ここで実際ミサが行われておりますね。それでこちらはロマネスク、ロマネスクの特徴、これ。
スケートで滑ってる、滑ってますね。アップしてる、アップしてるかもね。じゃあ、あ、火が、あ、火が、あ、ちょうど、あ、
Thank you.